すべてはお客様のうまいのために、アサヒビールとマツダの提供でお送りします。人は人の支えで育ってゆく。モンゴルの大草原に遊牧民の子として生まれた青年は、日本に渡り出会いの中で成長を続けている。大相撲九州場所港部屋、一ノ城隆21歳、本名アルタンホヤグ一ンノログ。この日で入門からちょうど1年が経った。ちょうど28日じゃったな。ああ、俺はお前んとこ行って、はい、うちの嫁さん覚えてたよ。すごいよお前。ほら、記念日のケーキは似顔絵付き。寝てますね、超寝てますよ。本当だな、本当寝てる。これ切るのもったいないな、これ。そうですね、自分の経験とかあるって思ってなかった。その急にびっくりし、うまそう。これでもぐらいにしておくよ。しとこがいいっす。おいしいっす。見つけですね。した未来の横綱、そう思わせた9月場所、逸ノ城は桁違いの破壊力で上位陣を撃破していく。初土俵からわずか5場所目のザンバラ髪での快進撃にファンは沸いた。メディアはいつでもニューヒーローの誕生を歓迎する。こぞって取り上げた。ついた呼び名は怪物。負け越し知らずの出世道、顔と名前が一躍世に知れ渡った。192センチ199キロの大きな体。しかし、お客さんもすごいいっぱいいますけど、いかがですか？普通に大丈夫です。声は小さい。実は控えめでおとなしい性格だからだったのかもしれない。10月半ば、ストレスが原因とみられる帯状疱疹を発病し、1週間の緊急入院。退院から2日後、逸ノ城は部屋の女将と共に福岡に降り立った。密着取材はこの日が初日。こわごわカメラを向けていると、優しい笑顔。進化を問われる九州場所へ、宿舎に向かう。届くか。届きますよ。届きますか。届いた。苦しいですね、だいぶ。いや、大丈夫ですよ。大丈夫。どうかな、さん。何？クラー強くしてもらっていいですか。こんな人気になって、大騒ぎになってって想像してました？してなかったですよ。全然してなかった。全然。声小さいですよね。小さいですよ。それはモンゴル語で喋る時も小さい。小さいです。面白い。でも自分でも声小さいなって思ってるんだ。思ってます。で、今どこ行っても一ノ城一ノ城でしょ。いや、嬉しい。嬉しく思います。遊牧民から出た初めての関取は純で素朴で、道中昼食ステーキ 500g、とハンバーグ 300g。 親方に多分乗れって言われるよね。なんで大丈夫だろうって実は減量中だという。
港部屋の宿舎に着いた。ここが九州場所の拠点。1年前にも来たが、入門したばかりで右も左も分からなかった。懐かしいです。去年二十歳で入門、坊主頭だった。相撲界では関取と呼ばれる十両以上に昇進すると一人前とみなされ、個室がもらえるしきたりがある。ここが用意された個室スペース。壁はないがカーテンで仕切りを作るという。女将の配慮で布団も上質のものに変わった。ありがとうございます。どういたしまして。師匠の湊親方は元前頭二枚目、4年前に湊部屋を継いだ。汗すごいな。でも分かんねえじゃんこれ。肌が弱いからこれが一番かぶれないんだけど、これでもかぶれるの。あ、残ってないこれ。残ってるよ。だから言ったじゃん。すごいびちゃびちゃなんです。汗拭きしない。とりあえず消毒。現役の医師でもある女将、帯状疱疹に真っ先に気づいたのも女将だった。今でも大丈夫じゃない。あと2週間で場所が始まる。翌朝6時、番付が発表された。逸ノ城は関脇に昇進。戦後最速というスピード出世だ。おめでとうございます。すごいですね。それは親方もなったことないわけなので、よかったなというのと、よく頑張ったなっていうのは一つですね。あとはこれからが大変だっていうところで、そっちの方が強いかもしれない。この日は注目がもう一つ。逸ノ城がついに曲げを言う。それから、ザンバラ神とのお別れを前に記念撮影。やっとこの鬱陶しいのから解放されます。楽しくてしょうがない。嬉しい。嬉しい。相当言ったもんね。傍らに200キロまで測れる体重計があった。乗ってみると、なんと200キロ超え。ちょっと太りすぎてしまった。ありがとうございます。70人以上の報道陣に囲まれて、曲げは言われた。目が突っ込む。おお、いいじゃない。今見た時に、いい感じですね。いったらそっちの方が可愛いかもしれない。稽古が始まった。この日は突き押しを磨く。本来は上手を取ってからの四つ相撲が得意だが、突き押しがあればさらに幅が広がる。モンゴルの家族を訪ねた。移動を繰り返す遊牧民、500頭以上の羊やヤギなどを飼っている。自然に寄り添った昔ながらの暮らし。子供も働く。銅像があった。逸ノ城の5代前の先祖で、モンゴル相撲の有名な横綱だったという。少年時代の話を聞いた。おお、タロウ君、ベルティンヒルクという人だ。バカさんって思って、
имээдээ уусмустой өчхөдл нэг хоёр араас тийчгэл ингээд модон дээр нэ хоёр араас хөлгөр энэ дээр тийчгэл гэдэг. Тэгээ мөрөн дээр ингээд тийчгэл тэгээд мэд усац. 三人兄弟の長男。日本に行かなかったら家業を継いでいたかもしれない。で、が、天で、すんが、たっにほん、いるて、あた、てきちに、すんが、ほう、やれて、きる、ぴてるて、ひるばいした、ねるんて、て、ひるばいした、ばいり、みんて、と、ひるんだ、むしろ。あた、あきらん、いほん、ぼさ、て、てきちに、ばしほん、ひるた、あた、баярлж явдаг шүү гэдгийг хэлье. Тэнки ва 15 сай. 日本の高校にスカウトされた。各界に幾多の人材を輩出している鳥取城北高校。相撲部の石浦監督は定期的にモンゴルに赴き、見どころのある若者を探している。一ノ城との出会いは6年前のことだった。彼がパッと入ってですね、誰だったら、え、誰だ、あれっていう感じになって、遊牧民で、いや、いいじゃん、ちょっと、おい、とかいう感じで、大きなやつ電話して、日本に来るかって言って、本人は入って言ってましたけど、その時に、まあ、お母さんが寂しそうな顔して、ね、お父さんも、お父さん大賛成だったんですけど、すごく心配してましたね。モンゴルの草原とはまるで違う毎日。一ノ城は厳しさに耐えた。最初に覚えた日本語は、やる、やってやる、だった。もうやめて帰りたいなと思ったこととかってないですか？一回ぐらいありました。一回だけありました。稽古も大変だし、あとあの日本語も分かんなかったんで、じゃあこれ無理だなと思って思った時はあります。帰りたいなって親に言われたこともあったんで、それも思い出して、何があっても絶対我慢するんだよって。辛いこともいっぱいあるから、もう無理だって思った時も、特にもうあれ秋山町だよ、それが。今大相撲には外国人枠があり、一部屋に一人と決められている。高校を出て実業団に進み、実業団横綱になった一ノ城は、親身になって熱心に誘ってくれた港部屋を選び入門した。初日まであと1週間。苦手にしている立ち合いを稽古する。立ち合いは今最大の課題だ。相撲は苦しみが出世の道を作る。その後若手に胸を貸した。稽古を終えた。表情が冴えない。食欲はいかがですか？いや、もう日によってあれです。昨日はなんか全然ダメだった。昼は昼とか食べれなかった。調子が上がらず食欲もないという。当初予定していた出稽古は見送り、回復を待つことにした。もうこんな状態見たら、先場所が10だとしたら、もう本当に5か6って感じですね。
読んでいたのはモンゴルの新聞。ふるさとからの期待は大きい。今回はめっちゃくちゃ痛い感じ。はい、いつもと違う。いつもまあ痛いですけど、こんなに痛くないですよ、うん、ね、だいぶ全身に来るから免疫が落ちちゃって体力も落ちちゃうんですね。血圧の遅かったらもっとひどいですよね。そうですね、おかみさんがちゃんと、うん、見つけてくれたんで、うん、おかみに連れられ外出した。やってきたのは福岡市内の観光牧場。気分ソフトクリーム美味しかったです。いや本当にいろいろやってくれてるんで本当に感謝してます。お父さんのような大事な人ですね。お母さんもいろいろお母さんのようにやってくれるんで。神社での必勝祈願、部屋の全員が参加した。港部屋は力士6人の小さな相撲部屋。幕内力士は逸ノ城1人しかいない。だがだから夢がある。自分が活躍して部屋をもっと大きくしたい。講演会の人たちとちゃんこを囲む。どうやら食欲は回復した様子。刺身大丈夫ですか？ちなみに嫌いな食べ物は何ですか？これですね。俺もカレー嫌い。あ、そうなんですか。仲間が出てたっす。一人で寂しかったっす。怪物に笑顔が戻った。初日が来た。一変した顔つき。新関脇の責任は平幕とは比べ物にならない。場所料はちょっと袴ですか？場所料はね、どっちでもいいんだよね。青いだけの人もいれば袴履いてくる人だけもいるし、うん、きちっとしていって恥かくことはないわけだから。うん、不安な時はちゃんとしていったんだよ。今日見てみたら出陣前、モンゴル風の餃子で腹ごしらえ。緊張感をたたえたまま無言で部屋を後にした。九州場所初日は17年ぶりの大入り満員。逸ノ城は休場明けの横綱日馬富士と当たった。課題の立ち合い、敗因はそこにあった。立ち遅れた逸ノ城、横綱の勢いに飲まれたまま
土俵を割った。マッタでもよかったけど、手ついてないんじゃない。相撲の怖さ、弱点を見事に突かれた。これからどう戦いたいと思ってらっしゃいますか。それはもちろん、その逸ノ城がその悪いこと、いけないことをしたら、もう本気で、もう本気でですね、叱る、分かるまでもう叱りますね。はい、横綱まで行ける素質というか、その持ってると思うので、それを自分が横綱にしてあげないといけないんではないかっていう、もう使命に駆られてます。何が最善なのか、何が一番いいのかっていうのを常に考えながら、いろんな人から話を聞きながら、でやっぱいいなと思ったやつを彼に伝えていくっていうのは、僕のやっぱ責任でもあり、使命でもあると思うので、はい、新関脇の初日が終わった。おはようございます。おはようございます。待たれていないのに待ったって言えないのに、こんなことさ、自分の力出さないで負けて一番悔しくないか、お前。全く力出てないか、お前。自分も当たれなかったら、もうあの人手もついてないんだ、待ったって言わないとダメだって。待ったって、自分から待ったって言えば絶対覇気を残さないとならないから、分かる。またなるか、いや、なるかって、そうなんだ。だからもうそういうのを待ったって言わないと、はっきり待ったって言わないと、自分が当たれてない、圧力もかかってないのに、こんなについてはだって横綱だもん、無理に当たらないじゃん。ああいう時落としたわけだから、もう今、ね、いい経験だよ。はい、うん、え、あ、どうした。失礼します。入門から1年、師匠と弟子の真剣勝負は続く。14日目、勝ち越しをかけた一番、相手は大関稀勢の里。巨体ながら素早い反応、昭和の大横綱九重親方に末恐ろしいと言わしめた。病み上がりの体で8勝7敗、なんとか新関脇の責任を果たした。支え続けた周囲も一息ついた。私ができるのは結局彼を守ってあげることだけなので、私たちがそれこそ盾になってあげないといけない部分って多いと思うので、彼にとって私は口うるさくて、いつも文句ばっかり言ってっていう存在だと思うんですけど、それが一番私の役目かなっていうふうに思ってます。翌日、本人に話を聞いた。ダメの相撲が多かったんですけど、勝ち越せてよかったです。いつか横綱になってくれますか。それは出てると思います。その時はまた取材させてもらえますか。はい、よろしくお願いします。はい。いつか大銀杏の似合う横綱に。優しい怪物はこれからもっと強くなる。この後は俳優鈴木亮平。あなた、次回は俳優鈴木亮平、涙ぐましい役作りを見届けた。普通の役者だったら絶対断ると思います。全てはお客様のうまいのために、アサヒビールとマツダの提供でお送りしました。